立花の氏立花氏は、日本の氏族の一つ。生は少ね、後阿村、飛鳥時代末期に、県、犬飼い道代、立花の道代、桂城の王立花諸刑を外して起こった、公別氏族。生の代表的なものの一つとして、源氏、平氏、藤原氏と共に、源平、藤立花、四世と総称されている。阿須時代末、県、 犬飼道代が、元明天皇から、橘花の宿根の死生を賜ったことに始まる。その子、桂城の王が、橘花刑へ改名した後、処刑の子孫は、橘花の死を称した。処刑ははじめ、橘花の宿根の生を受け、その後、橘花阿孫の生を賜物組みされた。平安時代に入ると、橘花の死の多くは、橘花阿孫を称した。 平安時代中期まで代々苦行を排出したが、その後は立花の宿業が絶え、以後振るわなかった。ただし、楠木氏は本性を立花の氏と自称し、南北朝時代の甲は2年、英徳2年、1382年に楠木正則、楠木氏の三男が南朝の三義に任じられ、苦行となっている。立花の氏は、県、犬飼道よ。 立花の道代が生を賜った後、この桂ツ能、立花処刑、西王、立花の妻も、立花の宿根の生を賜ったことに始まる。県、犬飼道代は、天武町から名武として仕えた他文武天皇の乳母を、務めた、ともされ、高級の実力者として、皇室と深い関係にあった。三千代は初め見濃王の妻となり、桂ツ能や西王を生んだ。 694年に、美濃王が、打宰卒として、九州へ赴任すると、代わって、藤原夫人の夫人となり、藤原光明子、光明皇后らを生んだ。和道元年、708年11月25日、元明天皇の大上祭に際して、天武天皇治世紀から長く仕えてきた三千代の功績が称えられ、立花の浮かんだ杯と共に、 立花の宿根の姿勢が賜物もの組みされた。立花の道代が天平五年七百三十三年に没すると、同八年七百三十六年十一月十一日に三千代のこの桂ツラと西王が立花の宿根の姿勢継承を朝廷へ申請し、同月十七日に許された。桂ツラは立花処刑と改名し、西王は立花の歳を称した。 諸径はすでに天平三年、七百三十一年から三議について犠牲官、苦行を務めていたが、天平九年、七百三十七年には大名後にへ、上ると翌十年、七百三十八年には右大臣へ、同十五年、七百四十三年には左大臣へ昇進し、聖武、後見両天皇の治世紀に大上官主犯として政治に当たった。 天平商法2年、750年正月16日には、阿蘇の姓を賜り、これ以降、諸刑は、立花阿蘇を称した。立花の死の歴史の中で、最も牽制を誇ったのがこの諸刑の時期である。立花諸刑が、天平商法9年、757年正月に、隠れ後すると、その子、立花奈良マロは、藤原仲麻呂との政権争いに敗れ、 同年7月に、無本の疑いをかけられて獄死した、立花ならマロの乱。その後しばらく、立花の氏は、犠牲官、苦行に名を連ねることはなかったが、ならマロ孫の立花の家子、ダンリン皇后が、佐賀天皇皇后となると、状況は一変した。当時、皇后を輩出した、新華氏族は、藤原氏のみであり、立花の氏からの立候は、 貴族社会における立花の死の地位を上昇させた。公認十三年、八百二十二年に、立花の常主、奈良丸孫が約七十年ぶりの立花の祝業となり、さらに、勝子出生の御子が人名天皇として即位すると、勝子の兄、立花の志向が外籍として目覚ましい昇進を遂げ、上和十一年、八四十四年には、右大臣に至った。一方で、 立花の死亡系の立花の早なり、奈良丸孫が、上和の変により排斥される事件も発生したが、勝子が健在の時期に、立花の死は総じて勢力を大きく伸長している。立花の死の指定教育を行う、大学別荘学会員は、勝子により設立されたものである。9世紀半ばから10世紀後半の時期の、立花の職業は、立花の峰継ぐ、向長男。 立花の広志将、奈良丸五代の孫、立花の清志清志、常主宗尊、立花の良職、常主孫、立花の君より、高宗六男、立花の吉古、高愛、孫、立花の孝平、良職孫ら七名に上った。その多くは三義、または中納言とマリであったが、高校は大納言まで昇進した。栄冠元年、983年に、 三義在任三日で皇居した皇兵を最後として、立花の宿業を与えた。以降、立花の氏は受領クラスの中華流貴族となり、中には地方に土着する者も現れた。例えば、藤原住友の鎮圧のために、打罪言の措置として、九州へ下校した三義、立花の金よりの子孫は、そのまま区後に土着して、武士となり、畜後立花氏を称したとされている。 中央では、孝子の孫にあたるのりたかの子孫が着流として続き、中世にはこの系統から、橘花の氏唯一の道情家で、代々橘花の氏長者となった薄家が残る。しかし、薄家も山品と継の子で、薄家に養子入りした諸光、もっつぎが、橋場秀吉に罰せられて押しし、天正十三年、1585年に絶景した。 江戸時代に入ると、元那6年、六6 2 0年九条家の初代部であった、品野工事高志蔵が、関白、九条美雪家の命令により、第五源寺から立花の氏に改正し、品野工事家が立花の氏の着流とされた。また、その他に、地下家として、激方の青山や、中塚佐商市政、深谷、三社、官方の和田や、弁侍などが、 立花姓を称し、中でも、深池は、薄い絵の直径、その上記をもっつぎのことするを称した。また、江戸時代後期の学者である、内山陽は、薄い絵の初流の末絵と言われている。文楽や歌舞伎の演目の一つである、足や道万大内明では、代理の左大将である、立花の元方が、秘伝書の相続人を、身内のものにするため、また身内の宮どこ所に、交代し、 新王の子を解任させる行為として、誘拐、殺人などを企てる。この陰謀は、アシア・ドーマンや安倍の生命の活躍で暴かれ、立花の元方は流刑に処される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。